これが六波星コーマ人か。 我はクロノスカイ総帥天界帝都に生きとし生ける者どもよ 見たか? 我が力をもってすればこの汚れた帝都から西欧の血を洗い流しかつての徳川幕府を復活させることなど造作もない。 帝都の哀れな市民に告ぐ。 お前たちに残された時間はあと1時間だ。すなわち午前4時までに政府は解散し我々に降伏せよ。その証として帝都銀行の保有金100億と 米田中将の命を差し出すのだ。約束が守られぬ時は帝都壊滅の瞬間が訪れる。<笑>こんな 脅しに馬鹿馬鹿しい。断固無視すべきだ。帝都市民の命が最優先だ。いかがなさいますか総理。あと1時間ある。望みは捨てぬ。花小路伯爵、米田中将の例の 帝国歌劇団はどうなのかね。はい、ただいま連絡をいたしました。何としても食い止めたい。いや、食い止めねばこの日本を再び爆艦体制に戻してはいけないのだ。
Thank you.
命が欲しいだと？よし、いいだろう。展開、差し違えてやるぜ。長官！どけ！奴らがせっかく死に場所を作ってくれたんだ。Thank you.
この辺りの陽気の高まり間違いありませんわ。行き止まりだぜ。<笑>ご苦労だな、過激団。あの男は黒の使いの。ちゅことはやっぱりこの辺に天界がおんねんな。 親玉。<笑>上の公園で私にご転判にされたのを懲りてらっしゃらないようね。隊長、この男を倒して天界の居場所を吐かせましょう。それはどうかな。 Thank you.
私の大事な仲間を傷つける奴は許さない。遅ればせながら神宮寺さくら参上。遅いのよ、あなたって人は。隊長、みんな、クロノスカイの本拠地が分かりました。ここは引いてください。本当？説明は後です。一気に戦線を離脱します。私の後についてきて。天界か過激団か、どちらが勝つもよし。ここは…大好きな人を守りたいなら立ち向かうことです。愛する心はどんな困難にも打ち勝ちます。愛を貫くということは命を懸けて戦うことです。敵は魔を封じ込めた門の上にいます。
Thank you.
後ろからも敵です。ここは二手に分かれましょう。死にたい者は前に出てきなさい。アイリスだって負けないもん。ほら、一余りさせてもらいましょうか。よっしゃー！
老子滅却怪盗乱魔よくぞここまでたどり着くことができたな。褒めて使わそう。100年早いわ。瞳に映る輝く星はみんなの明日を導く光。今その光を大いなる力に変えて、覇者転生オーカランブ。神崎風神流胡蝶の舞。今これからだ、過激団。なんですって？魔界を滑る大いなる者たちよ、草木を焼き払い、大地を割り、天空を引き裂く力を我に与えたまえ。見るがいい、我が力を。素晴らしい、全身にとめどない力が満ちてくるようだ。今度は我の番だ。行くぞ。それはどうかしら。
瞳に映る輝く星はみんなの明日を導く光。今その光を大いなる力に変えて、覇者剣聖オーカランブ。愛だ正義だの、そのような甘ったるいまやかしにうつつを抜かし、人の心の奥底に潜むものを忘れたお前たちに我が破れるものか。スーパーリンパイ。少尉さん、お兄ちゃん、隊長班、隊長、大神さん、あれが彼女たちが帝劇に配属になった理由さ。それだけじゃねえ、おめえの力でもあるんだ。大神、お前なんで花組の隊長になれたと思う？それだけか？触媒なんだよ、お前は。そうだ、彼女たちの霊能力は確かに他の者に比べて抜群に秀でている。
だがいくら優れた霊力でもそれがバラバラに存在しているだけでは意味がない。時として廃藩さえする彼女たちの霊力を据え一つの大きな力にまとめ上げる力、花組はお前の力を触媒として初めてその能力を十分に発揮できるんだ。なんてな、ちょっとばかり褒めすぎんか。よう隊長、米田司令。男同士で何ボソボソ話してんだよ。敵の親玉も倒したし、これで明日からまた芝居の稽古だぜ。ってことはお兄ちゃんももぎりに逆戻りだね。壊れた工具も修理して次に備えないといけませんわね。これまで以上に踏ん張らんと。あ、そういえばな、なんやすっとんきょうな声あげようって。逃げるのに夢中で例のあれやってないんじゃありませんか。あ、あれやな。そういえばそうですわね。そうだよ、あれやろうぜ。それじゃみんな揃ってることだし、行きますよ。せーの、勝利のポーズ。決めー。長官。ああ、アイリスも言うの。まあ、たまにはな。ええな。まあいいじゃねえかな。で、あははテイトにもようやく平和が戻った。なに、初詣。いけいけ、行ってこい。次回桜大戦、平和な日々はデートだよ。大正桜にロマンの嵐ってか。